はい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 。さすがに巨人優勝ちゃうか。さすがに、うん、なんか俺が言ったらなんか逆になりそうでちょっと怖いんですけど、ちょっとね今後の日程とか予定なんかも確認しながらね、ちょっと今後の戦い方をお話していきたいなというふうに思ってます。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、ね、今日はですね、まあ、戦い方というかね、日程というところを見ていきたいんですが、まあ、これ撮ってるのが、23日の、まあ、ジャイアンツが勝った後の試合ですよね。勝った後の試合後に撮っておりますと。まあ、ちょっとサンフランシスコに時差あるんで、こういうのをね、お伝えしておいた方がいいのかなと思って、まあ、こんな感じでね、時間をお伝えいたしました。はい、で、まあ、素晴らしい試合でしたねと、もうやっぱり坂本さんね最高だなと、もうお前手のひら返ししすぎやろというところありますけども、やはりまあやっぱりこう結果で、まあ、評価されるっていうのがプロ野球選手だと思いますし、まあ、僕もねその選手を批判したくてやってるわけではないんですけども、最低限これをやってほしかったなとか、なんでこの配球はこれはちょっとないんじゃないかとかって、そういうところがあったらできるだけね、皆さんに分かりやすくお伝えしていきたいなと思って、やってるというわけですね。はい、でその中で、まあ、今年の、まあ、戦い方見てますとね、まあ、ピッチャ ー非常にしっかりしてますと。で、まあ、ベテランと若手の融合っていうところがまさしく本当に、できてるんじゃないかなと思うし、まあ、浅野選手とかもね出てきました。で、まあ、ベテランもね、いつまで、こんだけ立ってたらあかんでってネット上で言われてますけども、結局昨日もね坂本さんが打ったわけですし、まあ、率とかはねまだ全然低いですけど、まあまあ、そういったところで、まあ、勝負どころというかね、まあ、経験もありますから、その勘というかね、そういったところは、まあ、これからの戦いにも必要になってくるんじゃないかなと、まあ、僕は思ってるんですね。で、その中で、まあ、阪神に2連敗したとしたら、ちょっとやばいなっていうところはあったんですよ。ちょっとやばいなとか、だいぶやばいなっていうところはあったんですね。はっきり言って。だけども、まあ、昨日ね、取れたというところ、まあ、1-0、1-0で、まあ、やり返したっていうところで、まあ、非常にまあ、まあ、100% とは言わないですよ。100% とは全然言わないけど、だいぶジャイアンツが、まあ、優勝する可能性が高まったんちゃうかなと思います。で、まあ、ここからちょっと、まあ、残りの日程とか、まあ、ちょっと確認しながら、ちょっと見ていきたいんですけど、まあね、巨人が残り6試合残ってるんですね。で、阪神があと5試合なんですね。で、その中で阪神がもし逆転、するとすればですね、まあ、巨人の成績にもよるんですが、まあ、巨人残り6試合で、あとまあ DeNA3 試合、ヤクルト1試合、中日1試合、まあ、広島1試合っていう風なところがね、あるんですよ。で、まあ、巨人がその6試合を3勝3敗、まあ、いわゆる五分ですよね。五分でいったとしたら、その五分でいったとしたら、もう阪神は、まあ、5勝0敗。もう言ったら全勝ですよね。こっからの試合全部勝たないと、まあ、逆転優勝できないっていう状況なんですね。まあ、ちょっと阪神からしたら厳しいと思いますと。まあ、巨人がここから6戦ね、残り6戦を、まあ、3勝3敗以下の可能性もあるわけなんで、そこは、まあ、一概になんとも言わないですけど、まあ、今の巨人の感じで、まあ、めちゃくちゃ大きく連敗するかって言われたら、僕はそこまで考えにくいのかなと思うし、うん。まあ、五分で行ってくれればっていうところは僕の気持ちの中でもあるんで、その五分で行ったとしたら、もう阪神は残り5試合全部勝たないと、まあ逆転優勝ができないというところで、だいぶ、きつくなってきてるんじゃないかなって阪神からすればね、思いますと。まあここでもし2連敗、ジャイアンツが2連敗してたとしたら、もうちょい楽だったと思うんですけど、まあここでね、まあ 1-0 というところで、まあやり返されたと。阪神からするとね、っていう状況なんで、もう残りの試合全部勝たないともうきついなっていうところ、まあ精神的にも結構きついじゃないですか。全部勝たないとっていうやっぱプレッシャーもありますから、まあ巨人の勝敗にもよるんですけども、もう全部勝たないとっていうところは、まあ選手の中でもね、硬さを生んだりとかっていうところはあるのかなと思うので、そういったところですごく、まあ難しい、戦いになりつつあるんじゃないかなと思います、阪神に関して言えばね。で、まあ特に DeNA が3試合残ってるんで、まあここだと思うんです。まあ巨人からすると。うん、で、
誰が投げてくるかなって、まあ、まだ確定ではないんですけど、まあ、見てると、まあ、もう一回ケイとかジャクソンっていうところが、まあ、投げてくるんじゃないかっていうような予想がねされてますと。で対す、まあ、阪神も DeNA あと3試合残してるんですけど、まあ、東投手が投げる可能性が高いっていうところがあるんで、そういったところで、まあ、東投手を打ち崩せないかって言われたら、まあ、そうではないんですけども、まあ、非常に高い確率で勝ってるピッチャーではあるので、まあ、5勝0敗でいかないといけないという阪神にしては、まあ、すごく難しいピッチャーになってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、その今試合見てて、まあ、こっからね、まあ、巨人も阪神も精一杯、まあ、他の球団もそうですけどもやってくれるとは思うんですが、まあ、なかなかこんだけね、混戦してるリーグというか、都市っていうのもなかなかないですし、すごく面白くなってますと。で、まあ、巨人の今、スタメンなんかを見てても、やはり、まあ、モンテスであったりとか、まあ、坂本さん、まあ、昨日打ちましたけども、の状態がね、上がってきてなかったりとか、するんでね。そこを、まあ、クライマックス。まあ、クライマックスはもうね、確定でいけるので、全敗してもいけるので、あれなんですけど、まあ、クライマックスであったりとか、まあ、日本シリーズのことを見据えていければ、見据えていくと、やはりその二人の復調ですよね。まあ、なかなか、ヘルナンデスが帰ってくるっていう可能性は、まあ、厳しいかなっていう。まあ、僕前ね、帰ってくるかもっていうようなね、動画も出しましたけども、やはりまあ、まあ、それは、もしかしたらっていうところなんで、そこに期待するというよりかは今いるメンバーで戦っていくというところの方が大事だと思うんですが、やはりモンテス、坂本でピッチャー陣も、まあ、やはり、まあ、菅野さん、戸郷を筆頭にね、まあ、非常に頑張ってくれているというのがあるんで、やはり打線がね今年やっぱ打ててるときはある程度勝ってるし、で打ててないときは、まあ、すごく負けてるしというのがあるんで、やっぱり打線の、まあ、復調というか、まあまあ、全員がね打ててたらいいかって言われたら、まあそうでもないし、その全員が打ててたら全員が打てなくなるみたいな反動も怖かったりするんで、まあね、入れ替えで、調子が良くなったり悪くなったりする方がまだいいんですけど、チーム的にはね。だけども、やはり主力を打ってるというか、主軸を打っているような選手たちがなかなか打ててないという話になると、またね、ジャイアンツが弱かった時というか、連敗にね、はまりそうな時期に変わってくるかなと思うんで、そういったところは、まあ、副長も待ちながらね、坂本さんも、まあ、どういう起用法になるかわからないですけども、まあ、昨日ね、2本打ってますし、またスタメンのね、起用なんかも、まあ、増えてくるのかなと思いますし、そこはね、期待してね、まあ、やっぱり僕はスーパースターだと思うので、まあ、そこはね、最後、まあ、安倍監督もね、コメントで、なんかこう、信じてよかったっていうふうなことを、なんかおっしゃってましたけども、なんかちょっとね、その言葉を聞いて、まあ、僕、なんか知らんけど僕泣きそうになったんですけど、なんかわかんないけど、でもそれぐらいね、素晴らしい選手だと思うので信じてね、行きたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録ね、マジで5万人目指してますんで、500人違うよ、5万人ね、5万人目指してますんで、本当にまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ポチ、通知なんかもねポチッとしていただけるとねすごく嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。ここはちょっとね、今語学学校でね、撮ってるんですけど、まあそんなことはどうでもよくて、皆さんね、ジャイアンツこれからも応援していきましょう。てな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。